皆さんこんばんはこちらチャンネル桜北海道です本日のキャスターを務めます川田忠久でございますどうぞよろしくお願い申し上げますえ本日もですね気になるニュースをピックアップしながらですね皆さんと共に考える番組にしてまいります またはですね、第1回目の本年第1回目の定例議会も終了したところでございますけども、その時に質疑した内容も一部ですね、ご紹介しながら、これからの札幌北海道を一緒に考えてまいりたいと思いますので、どうかよろしくお願い申し上げます。チャンネル桜北海道を支えてくださる方を募集しております。チャンネル桜北海道は大企業組合会一切支援を受けておりません。 我々もボランティアで皆様方にいととお伝えしているところでもございますこれからも私たちは日本の尊厳と独立を保った形でさまざまなことをお伝えしながらより良い北海道にしてまいりたいと思っておりますのでどうかですね多くのご支援のほどよろしくお願い申し上げます。 具体的なご支援方法につきましては番組の最後に画面を通じまして皆様方にお知らせをいたしますのでそちらの方をご覧になっていただきたいと思います。 私ですね、この令和6年3月14日にこの予算特別委員会が開かれまして愛の施策についてもですね質疑を行ったところでございます。でまず第1番目に質疑したものとしてこの番組でも昨年お知らせしましたが計算特別委員会で今年の10月ですね大通り情,情報ステーションに アイヌ PR コーナーナが創設されるわけでございま,すまあ今市のいろんな施策について皆様方にお伝えしているこの大通り情報ステーションですねこれが廃止して全てがアイヌの PR コーナーになるということでありまして、まあ、ここで創作物をアイヌの方々が作った攻撃創作物を販売するということででもやはり周辺ではですね、まあ、1000万でありますとかこの賃貸 契約でお支払いしているということも考慮するとこの工芸品の販売についてはコストについてきちんと支払っていただくべきじゃないのかということでどのような契約を予定しているのかということでお伺いしたところでございます、まあ、回答はこの民間の業者に契約してお願いをしていくということでその民間の業者に納入しているあ,あいの方々が作ったこの工芸品というものからまあ、3割から4割 と言っているわけでございますがこれも契約の内容で今後決めると言っておりますがまあ、その販売で売れた金額からコストを支払うという契約を,を予定しているという話でありました例えばこの INPR コーナーよりもですねあの狭いこのミスタードーナツのあたりでありますとかこれ1000万以上払ってるんですよね賃貸契約ということで まあこの販売の価格からコストをして払うのがいいのかまたもう賃料として払ってもらうのがいいのかこれをバンバン売れていけば確かにこのコストの面がいいわけでありますけどそんなに売れるのかどうなのかということも考えれば私はこの契約の在り方もですね今後しっかりと見ていかなきゃいけないなと思っているところでございます。 まあそういう質疑を行った後ですねこの PR コーナーこれが新しく今年の10月にできるわけだから今アイヌ文化を発信する空間これミナパと言ってるわけであります。あの南北線札幌駅構内皆さんも通られたかと思いますけど札幌駅からまっすぐですね王道に向かって歩きますとこの「ミナパというアイヌ文化を発信する空間 これまあ画面なのでちらっと見ていただけだばわかりますがご覧になったことあるかと思いますここは全額ですね札幌市のアイヌ政策課から札幌市の予算で約1,000万円札幌市の交通局に払ってるわけでありますすなわち税金で賄っていると言っても過言ではございません。 でえー、そういった状態の中で新しく10月に大通り情報ステーションにアイヌ文化の PR コーナーができるわけだからみなぱは廃止して新しく新しくといいますか以前もやってたわけでありますがこの民間の広告としてですね新たな市の収入として交通局の収入として活用するべきではないのかということで伺ったところ。 アイヌ政策家としてはそういった認識は全く持って持っていないとまたミナーパーはミナーパーで続けてそしてですねこのアイヌ PR コーナーはらに増やして、えーまあ、大通りをアイヌのですね、えー、方々のこの発信の場所にしていくんだという回答だったわけでございます。これれちなみにでですすねね維新やそかから民衆から民はです、ね えー、このみなぱというのは素晴らしくアイヌ文化の発信の場としてもっと多くの方にを買ってもらえる活用すべきだという質疑がございました、まあ、そのの後私はこの質疑を行ちなみにですね、えー、この平成28年これが最後ですね民間に売り出しをしていた広告だったわけでございますけれどもその後とみなぱに変わったわけでございます。 でこの民間に売り出していた時の収入はですね税抜きで1760万円ということでございましたその時に使用している柱は11本このアトピラー広告ですね柱に広告でいろいろと皆さんにお伝えしているというものでございますけどこのアトピラー広告これは11本だったわけでありますが皆場で使用している柱は18本ということでございます こういうことを考えればこの平成28年の時点でも1760万円ということでやはり札幌市交通局に対しての収入が民間からあったことを考えるとですね私はやはりこのミナーパーは廃止してやるのであればアイヌ文化の PR コーナーに集中するべきだということはですね今後も質疑は行ってまいりたいと思っております。 でえー、私はずっとですね質疑を行ってきましたこのアイヌ住宅建築費貸付金ですね私が平成26年に質疑したときは4億8,000万円の滞納額があったわけでございます。で令和4年の時点ではこの滞納額が2億5,700万円に少なくなったわけでございますけども。 この今債権管理条例というのがあって、まあ、これで債権、えー、回収が困難だという時にはどんどん放棄して2億円もですね、まあ、放棄,、まあ放棄まあ、弁済も含めてなくなったわけでございますでこの状況についてどのようになっているのかということで私も質疑を行いましたでこれなんですがまずその前にですねこのの債権管理条例というのが、 あできる時に全くですね何もしてないこともあってですねこの時効になっているものが6件あってでそのうちですね、えー、この時効に放棄すなわち、えー、全く払わない状態がずっと続いて、えー、そしてですね、えー、これ1回、えー 月々の支払いを遅れますとご全額支払ってくださいという話になっていくわけでありますがしかしそれもずっと払わないでいてですね、えー、そして結果として、えー、裁判もせずにそのまま放棄をした金額というのが3175万5436円あるということでございますまあこういったこともですね結局まあこれは もう10年以上前の話になり10年前ぐらいの話になりますか今の担当者を責めてもいたしからないところはありますが今はちゃんとですね私が質疑した後弁護士を立ててちゃんと債権改修も努力をしているということでございますが、まあ、以前は何もしてない状況があったということで結果的に何も接続事項によって放棄したのもこれだけあるということでございました。 でただあ、その後もですね弁護士を使ったりなんたりしてやってたわけですがあ結局のところお債権放棄せざるを得なかったこれは亡くなった方が一番多いわけでありますがあとはこの破産ですね、まあ、こういったことも含めますと8200万円ほども放棄をしていくという。 放棄をしていいいったととうここでございますこの平成26年私が質疑した4億は8千万から今2億にほどに変わっているわけでありますがこの間債権放棄したのが8,200万円ほどとでまあ分割弁済をしているのが5,492万9,000円ほどそして一括で返済したのも一応4,100万円。 まあ,万まあそういった形でですねこの債権についてしっかりとですね、まあ、今は弁護士を通じた形でいろんな処理をしているわけでありますけどもしかしながら4億8千万の債権で2億以上もですね結果としてまあ 少なくなってこの債権が少なくなっていったということでですね状況をまお伺いしたところでもございますただ引き続きですねこれは油断をせずにですねちゃんとやっていただきたいというのともう一つ私は指摘してしたのは私はあの平成24年ですね質疑した時にこの市民部長が市民生活部長が 当時の市民部,部長、生活部長が回答しているわけでございますけれども、これ支部の推薦書によって貸し付けをしているということなわけであります。アイヌ協会の札幌支部の推薦書で貸し付けを行っているということで、しかし4億8 0 0 0万も、 平成26年時点でですね、対応あるということは、これは教会の責任はやはり私は非常に重たいものがあるということは指摘をいたしました。まあ、今後もですね、今借りる人はいないわけであります。この大きな理由としては2%というまあ、今の金利では今後はどうなるか分かりませんけど、まあ、非常に高いというのもありますし、当然私が質疑したことによって非常にこう厳しくなったということもあってですね、今は借りる人がいないわけであります。 ますが今後は分からないわけでございますので、しっかりとですね、これも質疑を通じて変なことにならないようにですね、私もやっていきたいと思っているところでございます。で最後にですね、えー、実は今白石区、何後20丁目ぐらいにあるんですか、昭和53年からあるの方々が利用する郷土利用館っていうのがあるわけでございます。でこれが老朽化しているということで、まあ、後継施設を作るということで、今いろんな… ですね委員会なども開きながら検討されてるわけでございますけど私はこれですね国が大体8割。 で市が2割ということでございましたが、まあ、そのような形で全額ですね、えー、税金で賄うのであればこの施設の管理はしっかりとですね、えー、札幌市が責任を負うべきであると変にですね例えば教会に任せるであるとかそういうことせずに、えー、しっかりと市が管理してそして、えー、ですね あのアイルの方々だけが使うのではなくて不特定多数の人がきちんと使えるものにしてでそこで,です、ね、展示していくものについてはあきちんとした形で、えー、公平なまたは多くの市民が違和感のないものにしていくべきであるとそういう意味においてはやはり市がです、ね、しっかりと関与した形で、えー、この共同利用館の後継施設については検討するべきだということはですね、えー国を指す 意味でです、ね、質疑を行ったところでございます、まあ当然アイヌ協会の方々からいろんな意見を聞いてですねそしてこの共同利用下の後継施設の利用についてどのようにすべきかって検討されてるわけでございますけどもでもこれはやはり公共性が高いという意味においてですねその方々だけの意見で終わることなくですねやるべきであるということはお話ししたところでございます。 で先ほどミナパの話もしましたしそれから郷土領館の話もしました、まあ、なぜこのようなことになっていくのかといいますとやはりアイヌ政策を総合的かつ継続的に実施するための支援措置ということでですねこの内閣府で定められたこの交付金もあるわけでございますそしてこれには地域計画認定ということで この地域計画を札幌市であれば国に対してですね札幌市が国に対して申請をしてそしてその時には地元のアイルの方々と調整をして上で作成して国に申請してお金の交付金をもらうと要はこの交付率10分の8でございます。まあ 市町村の負担の部分についてはこの財政措置地方財政措置もあるということで、まあ、非常に、まあ、あこの交付金についてもですねいろんな措置手立てが地方自治体にあるわけでございますでこれをするためにですねどういうふうになっているかといったらやはりですねこの 施策についてどのような事業を行っているのかということが重要となるわけでございますで、そういった観点からですねこのミナーパが必要であるとそして、えー、当然この 共同利用館をです、ね、新しく建てるためには今現在もアイヌの札幌支部の方々と調整もしながら検討委員会もやってるわけでございますがしかしながらやはりですねこれは我々の税金を使ってやるものだからしっかりと公共性がなければいけないしそこにもし何がしかの展示するとなったらですねしっかりとです、ね、多くの市民が違和感なものにし 違和感を持つものにしてはいけないということはですね質疑をしていかなければならないと思っております。 まあこういった視点で,です、ね、私も愛の施策についいて質疑を行いました。まあ、今市民文化局というところでこの愛の施策があるわけでございますけども私も最後にお話ししたのはですね札幌市についてはいろんな市町村からですね札幌市の開拓について来ら,れた来られた方々がいらっしゃるわけでございます。そそして、このののの開拓の方々の出身地のいろんな文化、 またはいろんな芸能こういったものもですね受け継ぎながら今もいろいろと活動されている方もいらっしゃるわけでございますこれに対しての財政措置というのはほとんどありませんすなわちこの市民文化局というのは何のためにあるのかと多くの札幌市民のためにあるのかどうなのかそして多くの札幌市民の文化のために 文化をきちんとです、ね、普及して守っていくためにあるのかこういった視点で,です、ね、これからも私も質疑は行ってまいりたいと思います。でもこの国全体においても果たして我々日本人としての先祖からの先人からのですね様々受け継いできたものというものを大切にする視点でどれだけの財政措置をしているのか。 これもですね、国全体においても考えていかなければならないので、まあ、そういった観点からもですね、また皆さんと一緒に考えてまいりたいと思っておりますのでよろしくお願い申し上げます。